さすがバーノン先生や。素晴らしい。さすがハリウッド奇術界の魔人ジェームズ・バーノン。10年前の約束や。まさに神業です。俺はどないなことしても先生の弟子にしてもらいますぜ。10年ぶりに来日したジェームズ・バーノン氏はスペシャルゲストに舞島サラサを迎え、明日から大東京ドームでエキサイティングイリュージョン92公演を行います。チャンスだな、サラサちゃん。今度こそ。なんやて？ワイのことを知らんて。はい、ミスター・バーノンがそのようにおっしゃっております。そんなアホな。先生、10年前ワイをスカウトしたことほんまに覚えてへんのか。これがラストチャンスなんや。諦めへんで。とにかく直接会わな。よっしゃ。ランラランラン、ランラランランラン、ランラランラン。一大事さん、今日も暇してるだろうな。おいしいものでもおごってもらっちゃおう。ゆうみちゃん、電話よ。あ、もしもし、ユミハン？一大事さん？ユミハン、頼みがあるんやけど、銭貸してくれへんか？ここもダメね。甘かったわ。元気出して、一大事さん。どこも売り切れ。ごめん。がっかり。やっぱあかんか。だいたいそのバーノンって人がいい加減よ。自分で誘っといて知らないなんて。10年も前の話やからな。すぐに行けばよかったんだよ。ちょいと村田ちゃん。なんだいママさん、流し目なんかして俺に惚れても不幸になるだけだぜ。勘違いするんじゃないの。ごめんなさい一大事さん。8年前私のせいで右手を怪我しなければ。危ない！関係ないて。やる気なくしてブラブラしとったワイが甘かったんや。それにこの右手かて。よっ、はっ。この通り元に戻っとんのや。はい。一大事さん。先生に挨拶すればな。VIP の警備は厳しいからな。そういえば、アメリカから専属のボディーガードを連れてきたってニュースで言ってたわ。ビップか。そうだ、一大事さん、いい点があるわ。ほんまか？うん、明日は私に任しといて。ユミハン、えらーい。よっしゃ、今日はワイのおごりや。
どうせつけなんでしょ。二人こと一個なしやで。さあさあバンバン行ってや。でもよく考えたら、もしうまくいって弟子入りしたら一大寺さんがハリウッドに行っちゃうんだな。あ、ダメ。今は一大寺さんの幸せだけを考えなきゃ。よし、明日は頑張るぞ。はしゃぐとバレるかな。あ、いやいや、でも警備員のバイトとは考えたでしょ。不自由警官がバイトなんかしてええやろか。気にしない気にしない。うわぁ、かわいい。となっております。しかしユミハ、ナイスアイディアや。ほんまにありがとな。でも一大寺さん、これからが本番よ。あの疫病神がこんなところに来てるとは。次の服を用意して。すみません。とにかくここで会ったが100年目。今度こそ恨みを晴らさねば。どうした。警備の者が至急連絡したいことがあるそうですが。お通ししたまえ。はっ。で、ご用件は。お久しぶりです、バーノン先生。トール、ここまで潜入してくるとはね、思ってもいなかったよ。やっぱり覚えていたのね。ハリウッドまで行く銭はたまらんかったんですけど、今ここで弟子に慕ってください。ハリウッドで修行させてください。お願いします。それで。確かに10年前、私は君の腕に惚れ込んだ。だからこそ、20歳になったらハリウッドに来いとも誘った。しかし、君は来なかった。そこで、ジ・エンド。お引き取り願おう。
バーノン先生。バーノンさん、一大寺さんは二十歳の時、私を助けようとして右手を怪我して、だから行けなかったんです。もう手は完全に元に戻ってまんのや。そちらのお嬢さん、手品とは何でするか知っているかね。手品とは手でするものではない、ずぶとい神経でするものだ。右手が動かなくなったくらいで諦めるアマちゃんはいらないのだよ。帰りたまえ。ごめんなさい、一大寺さん。私を助けたせいで。いや、弓派が悪いんやない。ワイが甘かったんや。大丈夫よ。ハリウッドなんか行かなくても。今まで通り、二人で難事件を解決して有名になっちゃおう。ユミハン。いいじゃん。みっちゃん。みっちゃん、どうしたの。ユミくん。またあんたね、どうしてあんたはいつもいつも。いや、違ってば、サラサちゃん。一体何が。いや、それが。激写ヌード。前からサラサちゃんをつけ回していた週刊ジャスティのカメラマンの仕業なんだよ。あんた不敬だったよね。サラサちゃんのアイドル生命が危ないんだ。早く捕まえてくれよ。わかったわ、私に任せといて。みっちゃん。誰もいないな。いし、大成功。見つけた。じゃ、おとなしくみっちゃんの写真を返しなさい。しまった。待ちなさい。じゃあ、ちょ逃がさないわよ。あいつもマジシャン界だ。ユミハ見たか、これぞ人間カッパ巻きの秘術。うっしゃ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 らば、うしゃー。なんだ。トイレに出たんだが、とんだ広いものだな。バーノン先生。うぬりー、うしゃー。取れない。取り押さえろ。ほっ先生、さすが先生や。こんな男も捕まえられんとはな。うしゃ。さあ、観念してみっちゃんを写したフィルムを出しなさい。まいった、フィルムはまだカメラの中よ。やい。しまった。逃がすな。いた。逃さないわよ。ユミハ、わいやがな。あ、ごめんなさい。じゃあこっちだ。それもわいやがな。うっそ。逃がしたって。
民的純情派アイドルの私のイメージが台無しよ、うん、あんたそれでも吹け、このタジ。まあまあ、ものは考えようや。綺麗なうちに脱げたということで。冗談やがな。見つかった、ナベちゃん。出入り口はバッチリ固めてあるから絶対中にいるはずなんだけど、隠れる場所もそうそうないはずやしな。手品はずぶとい神経でやるか。ユミ、あんたの責任で何とかしなさいよ。空飛んで逃げちゃったとか。ボケかましてる場合か。空？そうか。バーノン先生、ワイにラストチャンスをください。犯人をマジックで捕まえたら先生の弟子にしてください。やつはこの私をチャチな手でたばかったほどの男。果たしてお前のようなものに捕まえられるのかな。絶対捕まえてみせます。ワイはマジックに命をかけてるんや。よし、やってみろ。はい、一大事さん。よし、やったるで。そろそろいい頃だな。よっしゃしゃしゃ、俺がここにいる方がよっぽど大魔術よ。さてと、ずらかるか。そうはさせないわ。今度こそ鍛錬なさい。な、バカな。行くわよ。けい、帰り討ちよ。よっしゃ。同じ手は二度と食わないのよ。よっしゃ。まだまだ。早くフィルムを渡しなさい。あれ、やりすぎたかな。最逆転。一大事さーん。シャ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 、何を言ってんだか。観念せよ。うしゃ。おおかたアドバルーにピアノ線でも貼っとるんやろ。逃がさへんで。うしゃ、なバカな。うしゃ、このうしゃ、離せ、落ちる。地獄で仲良くしような。うしゃー、シルクジェイスから助けて。決まりやった。でも、もう少し未熟をしてもよかったかな。アドバルーンに貼ったピアノ線から犯人を掴んで命がけのバンジージャンプ。子供だましだが神経だけはずぶとい。やったね、一大事さん。フィルムは戻ったとはいえ、あのお荷物不敬のユーミが手柄を立てるとは。
トール、面の皮の厚さは買うが、今のお前を弟子にしても私には何のメリットもない。日本で名を売れ、ネームバリューつけたら今度こそ弟子にしてやる。待っているぞ。やっぱハリウッドは遠いわ。でもこれで振り出しや。一大寺さん、いつか行っちゃうのかな、ハリウッド。一大寺さん、何するや。危ないから。怖っ。頑張ろうね。重いかな。優勝して一大寺さんと一緒にバリ島へ行ってやる。次回、毎日が日曜日第6話、毎日がスポーツ。今度も見ないと違反切符。